ここに感謝の気持ちを表します。厳しい年であった。今年ももうあとわずかになりました。これからも私どもは被災者のことを思いつつ、国民皆の幸せを願って過ごしていくつもりです。来たる年が皆さん一人一人にとって良い年であるよう祈っています。